こんにちは、モーリーです。旅や自己投資ということで、今回はかつて世界一物価が高かったスイスジュネーブ&モントルーの旅をお届けいたします。僕たち日本人には考えられないような景観文化など、まさに一生に一度は行きたい最高の街でした。そしてここで食べた寿司に涙が出るほど感動いたしました。スイスで我らが日本の素晴らしさも知れる、ぜひ大画面でゆっくりお楽しみください。それではどうぞ。スイス第二の都市ジュネーブはスイスの西端に位置し、フランスと国境が接しています。国連や赤十字発祥の町で、ヨーロッパ本部や WHO をはじめとする200以上の国際機関が集まっていて、世界一小さな国際都市や最小のメトロポリスとも呼ばれています。レマン湖と高さ140メートルまで吹き上がる大噴水がシンボルになっています。人口は約19万人で、チューリッヒに次ぐスイス第二の都市、金融業が発達しており、プライベートバンクの中心地。これらはスイスが永世中立国であるため、テロや紛争によってその機能が停滞する危険性が少ないということ、そしてホスト国として公正性を保つことができるということなどに由来していると考えられます。またヨーロッパにおける非 EU 加盟国という立場からも、スイスは国際社会において独自の存在感があります。スイスの公用語はドイツ語、フランス語、イタリア語、ロマンシュ語の4言語でありますが、フランス語圏のジュネーブではほとんどの場合フランス語が用いられます。世界都市であるため、基本的に英語も通用します。今回のスイスドバイの旅を簡単に説明しますと、日本からまずドバイを経由して、そしてスイスのチューリッヒに飛びました。そしてチューリッヒ観光をしてから、リギ山を観光して、ルッツェルンを観光しました。そしてチューリッヒまで戻ってきて、次はですね、イタリアのベネチアの方に飛びまして、イタリアのベネチアを観光いたしました。そしてロンドンヒースロー空港を経由して、またスイス戻ってきまして、ジュネーブですね、今度はジュネーブに戻ってきまして、そこからジュネーブ観光しまして、モントルーまで行きまして、ジュネーブに戻ってきたらバルビエとグリンデルバルト、そしてインターラーケンを観光しました。そこからドバイに飛びまして、ドバイ観光を楽しみました。そして日本に帰国する流れになりました。この一連のね、流れは動画出していきたいと思いますんで、これからも楽しみにしておいてくださいね。その中の今回はジュネーブとモントルーの動画になります。ジュインマルコ寺院です。ここはサンマルコ広場です。船着き場になって、ベネチアで一番有名なリアルト橋です。こんにちは、はい、次はね、ベネチアからロンドン経由でジュネーブに行きたいと思いまして、ブリティッシュエアウェイズですね、あれを利用します。はい、それでは今日はビジネスクラスに入ります。クラブヨーロッパの方ですね。はい、これがビジネスクラスです。真ん中は使わないからですね。で、このようなテーブルがあります。本当に簡易的な感じです。空港に到着しました。またスイスにね、戻ってきたわけです。ジュネーブは初めてでございます。結構、ね、遅延して10時40分くらいに着く予定だったのが23時24分なんで、もう40分くらい遅れてますね。エスカレーターは動いてない。で、まずは荷物受け取りに行きましょう。
うまく答えられずでしたが、なんとかバケーションと言って入ることができました。こういう時言語は喋れないと困りますよ。なんか発音もよく分かんなかったんですよね。ロストバゲージしないことを祈って。やったー、無事に戻ってきました。こっちはどうやらフランス語みたいですね。ジュネーブはフランス語ベースに乗ってますね。これはフランスに近いからですかね。今からエアポートのホテルに行きます。さあ外にね出てきましたが、ちょっと涼しいですね。夜中だからかもしれないですけど、電車はかなりね湿気出ましたけど、なんかカラッとした感じでベタベタする感じがないですね。気持ちいいです。本当はホテル行く道が工事で埋まってるんですけど、この人も同じホテルに行くそうなんで、ちょっとついていきたいと思います。降りてみましたが、ただの駅でした。また重たい荷物を持って歩けることになります。とりあえず荷物を置いて道があるか見に行きます。道ありました。なんでエレベーターないんや。もう一回行きます。あそこに見えるのが今日泊まるホテルです。あ、大変です。 Google マップが役に立たないですね。皆さんお気をつけください。まあまた階段が、エレベーターあるか。いやー、いかに日本がちゃんとエレベーターどこでも用意されて考えられてるなっていうのを感じますね。海外を旅して日本の良さも知ると。エレベーターあるんですけど、なんか電気ついてないのかすげえ心配っすね。暗いけど、なんでこんな真っ暗やねん。いいやからな。あ、来たー。涼しいって言ったけど、結局もう汗だく。よし、いや、閉まってる。意味わからんし、何これ。開きました。あぶね、まだ地獄の階段を登るところです。さあ、今日は寝るためだけのホテルにしております。はい、到着しましたよ、ホテルに。めちゃくちゃいい。はい、部屋に着きましたので、今日はね詳細はそこまで撮るつもりないですけど、ざっくりとこういうホテルだということで、アコーグループのねアイビスホテルのシンプルな部屋ですね。でも空港が近くて使いやすいホテルになっております。でもやっぱスイスなんでね、お値段がちょっと高めなんですよね。シンプルな感じですね。ここを開けるとトイレとシャワールームですね、あります。湯船はありません。でこのような感じ、アメニティ類とかも何もない感じですね。シャンプーは、まあ、備え付けのものがあるって感じですね。ホテルからのお土産いただきました。さあ、ホテルをチェックアウトして、今からジュネーブ観光したいと思うんですけど、ジュネーブは雨予報をやったんですけど、快晴ですね。見てください、もう調子、山も晴れてほしいですけどね。ホテルの外観ですね。あ、ちょうど飛行機が。はい、ここはスポットプリートパワーということで、バスに乗ります。この5番乗り場ですね。5番乗り場から乗りたいと思うんですけど、今がどこや、今がどこかの分からん。こっちに乗ります。やれんもん、さっき一緒なのに、やっぱり。ワイルドな感じです。ボタンを押してストップしました。このカードはねホテルでもらったんですけども、トランスポートカードといいまして、旅行者に向けたフリーチケット、ジュネーブ市内のトラムやバス、ボート、またはスイス国鉄が乗り放題なんですね。インターコンチネンタル駅について歩きます。なぜか目の前ではないですね。ちょっと微妙に離れている。
はい、インターコンチネンタルジュネーブにやってまいりました。さあ、インターコンチネンタルやってまいりました。広々として、さすがインターコンチネンタルって感じの入り口ですね。行きます。美しいガーデンもありますね。はい、まずはですね、国連の方に行きたいと思います。いや、気持ちがいいですね。空気もね、なんか澄んでて綺麗ですよ、うん、ベネチアはなんかすごい湿気てた感じだったんですけどね。自転車乗りが多いですね。ここを押して渡る感じですね。ガンジーがいらっしゃいます。こちらは国際連合ジュネーブ事務局ところになりますね。こちらガンジーの像になります。国際連合ジュネーブ事務局は世界の4カ所にある、ね、主要事務所の一つなんですね。なんとニューヨークの国連本部に次いで大きい事務所なんですよ。こちらがアリアナ博物館ですね。こっちは正面でしょうか。こっちが正面か。ああ、水が今抜かれてるんですね。このなんか水が入った状態が美しいようだったんですが、宮殿だけは見ることができるような感じになってますね。アリアナ宮殿は1200年以上にわたる2万5000点を超す陶磁器とガラス製品が収蔵されてるんですね。コレクション数から言えばヨーロッパ最大とのことで、19世紀後半に建てられたというね、建物自体も美しいですね。基本こちらは無料で見学ができるということで、3階建てになってるんですね。地下と地上階と1階の3階建てです。これは国連ですね。ユナイテッドネーションズ書いてありますね。このね、鉄格子の部分から撮影をさせていただけることになりました。でか、聞いたことあるようなところがいっぱいありますね。これが WHO になります。そしてこちら側がね、ユニセフなんですよ。香港領事館です。いろいろ入ってるんですね。ロゴの勉強にもなります。じゃあインターコンチネンタルですね。この景色からこれですよ。これが眺められます。そしてこちらのベッドルームをなんとですね、この景色が眺められるんですね。この噴水も眺めることができますし、あちら側の湖も見ることができます。意外と密集してますね、うん、トラム。あとはね、ホテルでバスの地図が、あとシティマップがもらえる。それ見れば大体何番がどこに行くか分かる。そのカード1枚でほとんどどこでも見れます。それではガイドの方に案内してもらいながら、初心者向けの、ね、場所行きたいと思います。でも基本的にこのジュネーブっていうのはめちゃくちゃ観光するっていうよりは一日立ち寄るみたいなことが多いらしいんで。今ここです。道が坂になってるのは湖に続いてるんですよ。湖の周りが高いんですよ、うん、土地が。ファイブスターホテルは湖沿いにあるんです。リッツカールトンとかそうそうクエアモントンとか、うん、駅からこの間がですね繁華街で、ここはパキっていうんですけど、スイスは売春が合法なんですよ。でこの辺は売春の日が当たって初めて来ると治安悪そうに見えたけど、全く治安悪くない、はいはい、ここに12年住んでるけど1回もあったことない、はい、うん、ここがバンデパキっつって、はい、ここは出島になってる。まあ一応観光、なるほど、今夏場だから肉卵払わなくちゃいけないんですけど、散歩しながら、はい、でここにあのジェドードって 100m 上がってるシンボルの噴水があります、うんうん、エジプト行った時も同じようなスフィンクスがあります。スイスの料理で美味しいもんない、うん、チーズフォンデュぐらい。
しまう。いずれあの系統の活動してる人は大体ギプシーなんです、うん、危ない。 さっきは何を言ってきたんですか。でエクスキューズミーで来たんですよ、はいはい、スイスはそんな危なくないですけど、うん、ああやって喋ると周りで組んで囲まれちゃうんです、囲まれたらもう終わりですで湖側に行けば高いホテル、はいはい、で駅までの間が安いホテル、うん、なるほど。ここはもう法的でちゃんと合法の売春になる、合法の売春がこちらにいるということですね。抹茶の横に手振ってくるめっちゃ手振ってくる。みんな必死に生きていますね、うん、勉強になる。とりあえずカメラ持ってて観光客って分かれば、うん、金にしか見えない。はいはいはい、なるほど。まあ日本語で喋りかけられてきたら間違いなく金目当てなの、はいはい、どこの国もそうですね。でここでもう湖なの。はいはい。じゃああれが 100m 上がってる、噴水で、あそこの山の上に行ってるんですよ。おうと思い、でもそこフランスのボーダー越えちゃうの。あそこフランス、あフランスになるんですか。でそこに行くと、ゴンドラがあるんで、ゴンドラ乗って5分ぐらいで上に着いて、そうするとここ全部見れますね。あそうなんだ。でここがさっき言ってた出島です。でバンデパキって言うんですけど、ここパキって言うんですよ、このエリア、はいはい、でバンっていうのはお風呂なんです。風呂のパキなんだけど、お風呂はなぜかって言ったらあそこの出島の一角がサウナになってる。でサウナに入って汗かいたら湖の中に飛び込む。さあ湖の中で泳げるバンデパキというところにやってまいりました。バンデパキフランで入ります。あれは海水浴場みたいな感じですか。そう、湖水浴場。スイス海がない。あ、湖水か、湖水浴場っていうのか。そうそうそう。まあでもこれだけ綺麗だから。確かに透明度高いな。うん、でででいった、なんか刺された。あっちかいった。おお、綺麗ですね。透明度高っ。レマン湖はスイスの西端部に広がる未開月型の大きな湖で、一部がフランスに属するんですね。素晴らしい透明度ですね。なんと氷河に削られてねできた湖だそうで、中央には平らな湖底平原が広がるね、箱のような形をしてるみたいですよ。結構水温冷たいはずなんですけどね、みんな泳いで楽しんでますっぱいもらって、その辺に行きます。水しぶきも出ますね。冷たくて気持ちいい。それではジュネーブのシンボル大噴水を見に行きます。美しいですね。さっきのはバスみたいな感じになるんですか。水上バス。水上バス。でも知らないと乗れないよね。いやそうですね。
このジュネーブの、ね、大噴水は世界で最も大きい噴水の一つで、レマン湖からローヌ川へと流れる地点に位置しており、市内の至る所から見ることができるんですね。ジュネーブの上空 10km を飛行した場合でも見れるんですね。うわー、間近に見えてきましたね。近くで見るとすごいです。さあ、下まで近づいてまいりました。うわー、すごいですね。芸術ですね。すごい。あんなんであんだけ上まで行けるんですね。すごいですね。こんな感じで出てるんや。いやー、すごいですね。140メートルの、ね、高さまで吹き上がるんですけども、これ毎日ね、噴水森っていう人がね、しっかりと管理してね、風向きなどによって高さや噴出力をチェックしてるんですね。条件によっては中止する場合もあるそうですよ。ここの花はね、定期的に変わったりするみたいですね。ここ見て、ここに読めないときは読めないような印が書いてある。はいはい、これは大丈夫よ。うんうんうん、サンピエトロ大聖堂。このね、サンピエトロ大聖堂っていうのはね、サンピエール大聖堂とも言うんですけども、ジュネーブにある大聖堂で改革派教会となっているみたいですね。さまざまなね、建築様式が混合しているようですよ。こんなところに世界一長い長い椅子があるということで行ってみます。世界一長い長い椅子です。長、確かに長かったが一瞬で終了です。この水は飲めないですね。ダメって書いてます。このセルンは地下 100m に山の手線ぐらいの真空 その通路を作って、それを回転させて物質と物質をぶつけて世界で一番小さい元素を出してる。ありがとうございました。すごい虹が出ましたよ。虹が美しい。うわー、これは美しいですね。綺麗に虹が見えます。来ました。それに乗って帰ります。はい、先ほどねターンダウンが入って
てこのような感じになりました。窓を開けるとですね、こんな景色が見れるんですよね。はい、このような感じすごくゴージャスな感じになっておりますね。はい、今ねオルナビンというところで乗り換えです。一番に乗り換えてご飯食べるところに向かいます。リッツカールトンがあんなところにありますね。湖の目の前ですね。さあ夕食の時間になりました。おすすめいただいたリーズナブルなお店に行きます。ここでチーズフォンデュをいただきます。ここでチーズフォンデュとか頼むみたいですね。フォンデュでバンってやつですね。でお酒とかも頼めるスパイス、これですね。うまく頼めるでしょうかね。大体25フランなんで4500円ぐらいですかね。いや嘘つきました。25フランなんで大体3520円ですね。これで2人分だったら安いですけどね。もしかしたら1人25かもしれません。物価高すぎるからありえぞ。なんか言葉が通じてちょっとここで待っとけみたいな感じ言われました。来ました。さあスイスに来て初めてのチーズフォンデュですね。おすすめいただきまして、Google でね絶賛されてるチーズフォンデュはどんなもんなの。おお、すごい伸びる。確かに美味しい。塩加減も効いてて、見た目はね結構なんか騒がしいとこだし知らないですけど味は美味しいですね。こちらも来ました。こっちはねポテトとかをもつけます。いい感じです。席を今変わってきました。やっぱりこういうのがね見える景色の方が絶対いいですよね。噴水も見えます。おレッドワイン、いろんなみんな水やってますよ。そしてレマンクの水のドレストンダーメーカーブ、特徴がでかい。いや美しい水パワーです。こうやってね普通に過ごしてたら行くことがないような国にもね、やっぱり一生に一回は行ってねこの素敵な時間を感じてほしいですね。これだけでもかなり視野が広がりますし、人の生き方、いろんな生き方があるんだなっていうことをね知ることができます。これこそ旅や自己投資ですね。バス、ほら、この離場まで終わりました。こっから5番のやつに乗りますが、ここや、5番が見当たらんぞ。これで5番乗り場にもう一回行きます。もう酔っ払って合ってるか分からないですけど多分合ってます。これでもう帰れたも当然ですね。よし、この5番に乗ったら帰れる、完璧です。完全な5番来るんかっていうところですけど表示がない。あ、あったあった。11分後からですね、このインターコンチェンタルまで行きます。そしてなんとですね2時までやってますね。あと1分で来るとはずが2分に増えてます。
遅延します。さあ来ました、これに乗って帰ります。えらい先やん。さあ戻ってまいりました。今日もエッグベネディクトを頼みます。これを取ってきました。うん、また全然違うアプローチですね。甘いですね。はい、この景色見てください。見えますかね。ちょうどあの噴水と、そしてその奥にですね、白い山が見えると思うんですけど。さあまたね、観光行きたいと思いますけど、ここからフランスのモンブランがね、絶景です。さあ、はい、駅で降ります。今から電車のチケットを買いにね、行きたいと思います。これは窓口みたいですね。Just to non beer your way? Yeah, yeah. 有名ですよね、スイスのこういうのってね。You do something special in Montreux? What? I can give you the entrance. It's cheaper. Yes, yes. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Thank you very much. Give you the receipt. Get this.はい、6番線で行きます。ローザンヌ、モントレー IR90 書いてますよ。6番線、6番線に行かない。この辺りはなんか日本と似てますね。まあ大阪駅とか京都駅とかと似てますね。13時11分のローザンヌ、モントレー6番線に乗ります。僕らは今回ファーストクラス取ったんで B と C の間ですね、に行きたいと思います。上もある。こんな感じでテーブルもあります。さすがファーストクラス。スイス・モントルーはスイス西部にある観光保養都市レマン湖東岸に位置します。毎年7月に行われるジャズフェスティバルで有名な街、セレブなリゾート地でもあります。数キロ先には世界遺産指定されたシオン城もあります。まるで湖に浮かぶように立つお城は訪れる価値が高いです。さあ着きました。モントルーにやってまいりましたよ。大体1時間ちょっとで着きましたね。はい、こんな感じでね、今マップになっておりまして、このモントルーの駅からこのフレディ・マーキュリーの像をこう歩いて見に行って、その後にジャズフェスティバル、ジャズフェスティバルはここに、でこれを見てからまたモントルーの駅に戻って、そこからバスに乗り換えて、ずっと進んで、これですね、シオン城まで行きたいと思います。さあモントルの街を歩いて、フレディ・マーキュリーの像を見て、フレディ・マーキュリーのね、元気をもらいに行きますよ。だいたい徒歩で歩いて6分ぐらいのところがありますね。湖沿いですね。なので湖の方向はだいたい坂になっているところなんで、それを下っていくような感じになりますね。ここですかね、ここを下る感じです。
ここが湖畔沿いになるので、ここからすぐ右に曲がってずっとまっすぐ行けばたどり着くということですね。いろんなお店が出てますね。リゾートって感じですね。感じです。ああ、ここになんかマップがあって、今自分はここにいるみたいな感じで出てますね。ちょっと気になるから中入っていこう。音に釣られて、Gonna start the revolution from my past. Say the brains I've been to my head. ここでもなんかライブとか行われたりするみたいですね。おしゃれですね。アートなものがいっぱいありますね。今日は週末ですからね。そろそろですね。ああ、いたいたいた。この景色ですよ。ね、この景色で、そしてフレディ・マーキュリー、今歌声が聞こえてきそうですね。しながら今からね、あの普通の YouTube を撮ります。はい、こうやって一眼レフ使って超重いですよ。だいぶ異質な人です。成田からスイスまで飛行機どのぐらい時間かかりますか？成田からと、僕はドバイ経由で今回行ったんで8時間とかあったかな。あ、みーさん、日本は毎日猛暑です。40度。あ、文字が見えん。いいですね、皆さん湖見ながらこうやっておしゃれに食べてますね。あ、翔さん、めちゃくちゃ良い天気ですねってことで。そうっすよね、ありがたいっすよ。今のところ天気にめちゃくちゃ恵まれてますね。はい、先ほど緊急ライブを終えまして、今からバスに乗りたいんですよ。あ、なんかバス乗り場っぽいのが、先ほどねライブ配信してもらって、その模様はねプレミア会員が見ることができるんで、ぜひ見てください。これですね、 201D 西温城で降りました。見えてますね、目の前に。あ、美しい景色見えてますね。おお、存在感ありますね。すごいですね、この水の中にこう建てたっていうのはすごいですね。いや、水も綺麗ですね。風も少ないから穏やかです。シオン城はレマン湖に浮かぶね、幻想的な姿が多くの詩人や画家を魅了したんですね。19世紀に詩人作家でもあるパイロン卿が描いたシオンの囚人っていうのがねヒットして有名になったそうですよ。またディズニー映画のねリトルマーメイドの城のモデルにもなったと言われてるんですね。いや、こう見てるとなんかとんでもないとこあるんですけど、こんなとこから入るんですか？やばくないですか？はい、やな、いや、塞がってます。ここから行きましょうか。樽がありますね。あ、ひんやりして気持ちいい。ワインを貯蔵してたんですかね。いやー、ゲームの世界がそのまま現実にあるような感じですね。ゲームがこういうのを参考にしたんでしょうね。
この美しい。このシオン城についてね、最古の記録は1160年のものがあるんですけども、この城が建ってる場所のね、岩は原始時代に住居とされていたことがね、判明してるそうですよ。すごいっすね。階段登るんや。ちっちゃ。大砲です。いやーすごいですね。日本の城もねいいですけど、こっちの側の城もいいですね。何やかんや見えるとこがいっぱいありますね。結構見応えあるな。普通に映画とかで使われそうな感じの場所がこうやってあるんですね。なんでこうやってね、なんかこう建物の作り方とかがね、こう西洋と東洋とかでね変わってくるのかなっていう感じはすごい興味深いところですよね。カラバとか本当ゲームの世界ですね。ドラクエとかもこういうのを参考にしたんでしょうね。アジサイ綺麗ですね。美しいですね。水も美しいし、ボートも美しい、そして城も美しい。こういう芸術的感性というか、ね、素晴らしいですね。はい、ここからねまた船に乗って移動したりできるんですよね。だから今回僕らは船に乗って次のところに向かいます。いやー気持ちいいですね。なんかチケットを見せてこれ違うんちゃうかみたいなの言われたけど、あ、よう分からんって言ったら行けました。いやー最高。どうやら乗った船が間違えたようで、ロダンヌ行きの船にもう一回乗り直します。旅にねこういうことはつきものです。いい経験になります。どうやらさっきの船でもロダンヌには行ってたっぽいんですけど、もっと遅く着くんですよね。次の船の方が6時37分に着くんで、まあ、こっちに乗れみたいな、まあ、しかもしかしたらなんかちょっと特別な船で別料金かかる船だったのかもしれないです。まあ、どっちにしろこれで早めにロダンヌに着きます。これの時間にこれに乗っていきます。実際泳いでる人とかサップしてる人もいますね。さあ乗り直しの船行きます。
Bonjour. Big ticket for the this one. Let's take your gun. それでは、目の上でいただきたいと思います。いただきます。アスリやってますね。この一帯のね、畑みたいになっているのがブドウ畑ですね。これが全部で世界遺産になっているということです。めちゃくちゃ綺麗ですね。このね、ブドウ畑はラボーのブドウ段々畑っていうんですけども、これはスイスのね、ワイン栽培の歴史が関わっていて、ローマ時代12世紀に修道士によって耕され、その後ブドウ栽培者がね、さらに拡大と改良を重ねたことによってできたみたいですね。テラス状に広がるブドウ畑とブドウ農家が暮らす小さな村が織りなす景観、ワイン作りの長い伝統と歴史を評価されて2007年に文化遺産登録となったようですよ。いやー、気持ちいいですね。ちょうど春だったら寒かったと思うし、もちろん冬は寒すぎるし、今ちょうど歩いてると暑いぐらいで、この船に乗るとね、めちゃくちゃ涼しいです。気持ちいい。乗る価値は十分ありますよ。さあ到着しますね、ローザン。さあ、ローザンヌに到着しましたよ。いやー、いい感じの街ですね。はい、ここをちょっとだけ散策して、また電車でジュネーブの方にね、戻りたいと思います。ちょっとしたテーマパークに来たみたいな錯覚になりますね。あそこに城があって、ちっちゃい子は可愛いですね。ああやってなんかチェスみたいなものをやってるんですかね。面白いな。こちらが駅ですかね。この看板すらおしゃれですね。メトロということで、ここ駅ですね。こう上にまたおしゃれな、すごい、こんな発想ないっすね。はい、これでローザンヌギャレー行って、そこで CFF に乗り換えてジュネーブまで戻ります。めっちゃ来ました。ローザンヌギャレーで降りました。あ、これですね。19時13分、あと5分。到着しました。はい、これね、トイレなんですけど、お金かかるんですね。日本でタダでトイレ使わせてもらってるのは本当にありがたいことだと思いしています。はい、今からですね、昨日お会いしたガイドの方と合流して食事をすることになりました。レバノン料理と日本食どっちがいいっていう話だったんですけど、やっぱり、ね、スイスの日本食どれほどのものなのかっていう方が気になったので、そちらに行きたいと思います。でバスの乗り場ですね、に今向かっております。
な感じですね。 Google マップでね、だいたいバスの行き先とかバスの場所とか何分で着いて降りてから何分とかっていうの全部出てくれるんで、 Google 様々ですね。さあ来ました。なんか静かですね。なぜか止まりませんでした。歩くしかないです。なぜかバス止めてくれませんでしたね。歩いていきます。ガイドの人とお食事をすると僕は言ったんですけど、ガイドの方がお仕事してるレストランで食事するっていうことですね。日本食を作ってくれてるんじゃないかなと。ここはなんか住宅街っぽい感じですね。なんか落ち着いた雰囲気を感じます。ジュネーブを案内してくださったキオスイスさんが働くレストランに行きます。ばっかなんですけど、これこんな感じでタイみたいここでいつもなんかダンス見せながら、これはタイ料理、うん、あでこのオーナーが日本食レストランを隣にアパートを建てて、はい、ほうほうほう、そのアパートの下にお店を作る。へで、オーナーがね、アンティークが好きなんですよ。はい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 。タイ人なんですけど、タイから。うん、いらっしゃいませ。こんな感じですね。へあれがすごいですよ。何だかわかんないんですけど、本物なしですね、これね。へぇ、すごっ。これはびっくりしましたね。ここもね、多分津軽の漆だよね、これ津軽塗り。これもなんかアンティークのってのは、はい、でこれなんか広島の白ボタンっていう日本酒なんですけどよく探してよく探してきたよね、これなんかこんな感じです。うん、まあ座ってあ、すげえですね。ありがとうございます。朝日がなんとこれです。スイスでなんとキムチが手作りです。自家製キムチいただきます。うん、美味しい。これがスイスで食べれる、ちょうど旅の折り返し線ぐらいで、うん、北欧の冷凍が入ってくるんで、うん、うん、感動ですね。染みるね。うん、染みますね。やっぱ日本食いいっすね。キオスイスさんはね、スイスで日本料理の伝統を広めたく頑張ってるそうですね。素晴らしいですね。ハマチです。ハマチ。それはね、オーストラリアの。美味しい。で、そのシソは僕がこの上です。ありがとうございます。今スイスです。手作りの国のみです。もっす、うん、しばらく飲んでなかった日本の旅のことも思い出しますね。日本の旅、良かったですね。キムチを巻きました。あとはうちのマッシュルーム。おい、美味しそう。いただきますね。スイスで食べるからもうさらに美味しい。日本酒に合うマッシュルーム、うん、やっぱ日本食っすね。日本が誇る、まあ、やっぱ食事っすね。箸休めでシイタケ
しいたけは、あ、いや、ここで取れます。しいたけ取れないんだ。うん、日本食って感じの味付け。次は伊達の川いきます。これってどこのお酒ですか？僕は秋田から。秋田の、おお、秋田は僕まだ行ったことがない。行かないといけない場所の。いただきます。ああ、美味しい。ああ、スキッとするな。ああ、鶏とか食べたかったな。嬉しい一品。ああ、うまい。天ぷら来ました。ここで天ぷら食べれるとはな。もう塩とか嬉しいですね、なんか塩は大事ですからね。いただきます。美味しいってフランス語習ったね。フランス語習ったんですけどな。あ、デリシャスか。うわー、やってしまった。デリシャス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 。ブラッドピットが作ってるんですか？南フランスでミラバル。これいただきます。ブラッドピットのロゼ、いただきます。あー、ロゼって感じじゃないですね、僕が思う。白ワインの味ですね。ヒレがあるのにちょっとまろやかな。料理と一緒に飲みたいですね。そば。こうちゃんまだ撮影してないですね。はい、僕は行ったことあるんですけど、撮影はまだしてないですよ。絶対撮影したい場所ですね、こうちゃん。来た気分になるな。今スイスやけど。味噌スープ、味噌汁とか一番飲みたいやつですね。味噌汁、あー、美味しい。焼きおにぎりですよ。海苔だけでも嬉しい。日本でもなかなか焼きおにぎり食べないですけどね。うん、熱々でうまっ。そもそも米が嬉しいですね、うん、米久しぶりな気がする。あ、やこ最後。おお、最後取ろう。スカスケッチだ。美味しそう。行くみたいな味。ありがとう。うまそう。ここスイスですよね。いや、日本で食べても美味しいですよ、めちゃくちゃ。ジュネーブに来たらね、ぜひ皆さんここに来てほしい。八海山どこのやつですか？新潟。まだ新潟も行ったことないです。現場担当。ああ、キレがある。そう、僕インスタフォローしてないです。キヨアンダーバースイスで出てる。キヨアンダーバースイスですよ。これです。例えばジュネーブ空港のそばのファイブスターホテルで働いてたんですけど、うん、そこジュネーブって昨日も言いましたけど、もう本当に1-200しかしないんですよ、うん、ですぐ行っちゃうから、うん、で空港の近くだから、うんうん、そこのファイブスターホテル泊まっても日本食レストランがあるんですけど、そこに来る日本人なんかは服も置いとかねえし、一番安いものしか食べないし、人種の中ではね、日本人が一番せこいね。まだまだアジアだったら、まあ、コリアン、チャイニーズ来てもちゃんとチップ置いてくし、うん、美味しかったって言うし、日本人が一番ダサいね。ああ、そうなんですね。
わかりますよ、自分もダサいから、うん、安い宿入って、安いもの見つけてとかやってるけど、うん、日本人はやっぱもう30年間給料が上がってないから、あー、そうか、だからそうなっちゃってるんですね。でも僕が来た頃の10年前は、うん、スイスの全部のその観光地には日本語の案内がいっぱいあった。もうなくなっちゃったの。もうなくなった、全部あのチャイニーズに変わった。あー、なるほどな。金落としていかないから、はい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 、今だったらチャイナが全部落としてくるでしょ、日本人から変わっちゃったんだ、あの頃のバブリーの90年前ぐらいのバブリーの日本人はまんさか金使ってくれたから、日本語表示ばっかりだった。ああ、なるほど。ドーザに行くと、湖畔にオリンピックのミュージアム、オリンピック協会があのローザンにあった、ミュージアムの中に、そこに投資したっていうか、まあ、そこに寄付した企業がバーンって貼ってあるんだ、それのね、8割ぐらいが日本ですよ。あ、そうなんですか。企業全部バーってあるんですけど、はい、でお金を払った順番に大きさが変わっていくんです。はい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 、ほとんど日本。あ、そうなんですか。それ取れたね。取ってよかったな。行ったよかったですね。一緒に行く前はスイス行ったのか、うんうん、ハワイ行ってる場合じゃないんですけどね。僕ここに来る前ハワイだったんですけど、なんか遊べるのかなと思って行ったんですけど、さすがに行ってみたら、うん、なるほど、日本語が通じるし、はいはい、ああそう、確かに日本語通じるっすね。そうそうそう、苦労しねえからまあいいかななんて思ったけど、働くのは大変。あ、そうなんですか。アメリカで働くのは大変。ああ、何が違うんですか。まず福利厚生みたいなほとんどないです。あ、アルバイトみたいです。保険は間違いなく自分から払わなくちゃいけないし、はいはい、で巨額な保険を払わないと、はいはい、なんかアクシデントしてなんか病院とか救急車なんて置いていきますからね。死にそうになってても保険に入ってなかったら、じゃあね。それはなんかよく聞きますね、そうそう、保険高い。だから本当にそういう意味ではスイスはやっぱりいいんですか。スイスも1回呼ぶと6万円ぐらい取られるけど、でも保険入ってるからカバーしますよ、ね、うん、それは国民保険、国民保険なんですね。オブリガートは義務的に入らなくちゃダメ。やっぱ日本がいいんですか、その住みやすさみたいな。その保険、医療保険に関しては日本の方が絶対いいと思う、はい、会社もね、はい、出るし、ね、まあ、お家はだって友達が虫歯になって奥歯を治療して抜いて、奥歯1本抜いて40万だよ。40万フランス行けば半額だ。だから上の僕アパート借りてるんですよ、はいはいはい、自分の、部屋ともう一つの部屋があるんで、あの僕を見てくれてフォロワーさんがスイスに来たいなと思ったら、うん、そこ民泊させようと思って、うん、ああいいですね。もう下に来れば、あ、日本食が食べ、山行くんだったらおにぎり作ってあげて、ああいいですね。まあ、コンセプトとしては自分が選んだ人を泊めてあげたい。普通の Airbnb って選べないじゃない、うん、どんな人が来るか分かんないし、はいはい、自分が選んだ人がここに泊まりに来て、はい、スイス行きたいなと思ったら、うん、おにぎりも出るし、僕が勧めたところに行けばいいし、うん、僕が空いてる時は一緒に山に暴って、ね、行ったりいろんな日本人はどうなんですか。日本人はだって誰でも、だってどこでもハイハイ言っちゃうから。あと国民性としては多分相当人気ありますよね。あるんですよね。ああそうなんですね。昨日もそうでしたけど、お金に見られるわけじゃないですか。ああ、はいはい、で片言の日本語さえ覚えればお金になる。アラブ系とか行くと結局交渉の世界なんじゃないですか。物売りとかがブワーって集まるアジアだって、はい、日本人だって結局さっきも言ったように日本人金持ってて断りきれないから、はいはい、いつも観光のところではお金取られるし、お金あげるし、カモが来たと思ってみんなが日本語を覚える、はい、けどそのところに僕らはブワーって来るから、今までの旅の経験からしてどうしたらその物売りを避けられるかって言ったら、自分は中国人だって。ああなるほど、逆に逆になるほど、自分はコリアンだって言うの、はい、みんないなくなる。ああ、そうなんすか。天ぷら専門デリシャスデリシャス
あ、セボーンっていうんですか。セボーン。デリシャスじゃないですか。あ、デリシャスは英語です。あ、英語なんだね。フランス語で知られたつもり。みんな来ました。そう、気をつけて。ありがとうございました。はい、こちら正面のね、様子で、こんな感じでテレビがあって仕事ができるスペースになってる。で、このソファーですね。そしてオムレツ、食べ応えありますね。この後のね、スイスベルビエ旅行はね、別動画でお届けしたいと思います。こちらもね、絶景がもう盛りだくさんでね、見応えある動画となっておりますので、ぜひ楽しみにしておいてください。いかがでしたでしょうか。素晴らしい景観、スイスの歴史や文化にも触れることができましたし、日本の素晴らしさも知りましたね。なかなか気軽に行ける場所ではないですが、ぜひ皆様も一生に一度はジュネーブ、そしてモントルーの素晴らしさを体験してみてください。長時間の動画、最後まで見ていただき本当にありがとうございました。この動画が良かったらぜひ高評価、コメントお願いいたします。チャンネル登録もね、 LINE 登録でお得な情報を配信いたします。登録お願いします。僕と一緒に仕事したい方はぜひ気軽にメッセージください。詳しくは概要欄をご覧ください。人気のキルリュック、モーリーショップで買えます。旅行にめちゃくちゃ便利です。こんな感じでね、モーリーチャンネルでは旅の動画だったりとか、旅の知識の動画をアップしていきます。旅貯金チャンネルでは節約だったり投資だったり、旅貯金を貯めるための知識をお届けいたします。そして自分で稼いでいきたいんだという方は成長チャンネルで旅の稼ぎ方を、僕のことをもっと知りたい方は